店員が持ってくるそばを次々に平らげるダルマ大師を表す江戸時代の浮世絵版画。1852年の作、歌川国芳の木曽街道69継ぎのうち森山ダルマ大師。奥に船の影が水の上に浮かぶ森山の宿場の蕎麦屋の店内で赤い衣のダルマが座る。その前には蕎麦を盛る蒸籠が積まれており、すでに開けた蒸籠も段を重ねています。ダルマの食欲に驚き呆れる顔を示す店員のような一般人の衣装の線は太さが控えめとなっています。これに対し大昔の異国の僧侶であるダルマの衣には肉体を表す輪郭線よりずっと太い線を用いる仏画の伝統的な表現が採用され、宗教作品に登場する古の僧侶が江戸時代のそばを食べるおかしな感じが強調されています。